まさエイブラム船長の使いで来たじゃと？尋常に勝負です。覚悟。相手にもならねえな。行きましょう。くらいな。
覚悟はいいか、受けてみな。Thank you.
ついてこい。相手にとって不足は。世界のために負けられないわ。世界のために負けられないわ。Thank you.
いざ尋常に勝負です。前進です。
私に任せて。くらいな。Thank you.
き締めましょう。シャオバジおじいさんの家へようこそ。ってお前さん見ない顔じゃな。もしやわしの技師としての腕を見込んで仕事の依頼にでも来たんか。じゃが残念、わしは技師を辞めて隠居生活を満喫中なのじゃ。仕事の話ならノーセンキューじゃぞ。な、なにお前さん、エイブラム船長の使いで来たじゃと？はっ、エイブラムなんて知らんもん。知らんって言ったら知らんもん。これはわしの仕事道具。しかもなんじゃ？壊れたスパナの代わりにハイテクスパナが入っておる。エイブラムめ、なんでわしの愛用のスパナを取り替えたんじゃ。こんなハイテク謎にしよって。わしがあのスパナにどれほどの愛着を持っていたか。壊れたら直し、古さならではの良さを愛して使っていたのに、まったく勝手なことをしやがっき。勝手なことをするなか。そういえばあいつも喧嘩した時同じこと言ってたな。そうか、あいつはこんな気持ちじゃったのか。
エイブラめ、こしゃくな真似を。オーケーオーケー、わしも悪かったわ。そもそも先にやっちゃったのはわしじゃしな。そう、わしはあのエイブラムが何より愛するグランドタイタス号の心臓部動力装置にやらかしちゃったんじゃよ。修理の時わしはやつのためを思い、あの船が迷いの霧の嵐にも耐えられるよう最新の動力装置を開発して乗せてやった。なのにあいつと来たら船の最大の魅力である武骨で味わいのある動力装置を勝手にハイテクにしたって怒ったんじゃ。あん時はなんて良権の狭いやつじゃと怒りに任せ、工具カバンをほっぽり出してつい船を降りてしまったが、同じことをされてわしも分かった。良かれと思ってやったことが相手を怒らせることもあるんじゃな。ま、これでおあいこじゃ。カバンを届けてくれたのは義士を続けろというエイブラムなりのメッセージじゃろうよ。さて、まずはこの義士の工具カバンでたまった仕事を片付けることから始めるかの。うん、そういえばグランゼドーラ城の例の装置もそろそろ。おっとすまん、こっちの話じゃ。ではエイブラムによろしくの。お呼びでしょうか、ルシェンダ様。うん、待っておったぞ。今回はお前にも同席してほしかったのだ。では早速始めるとしよう。運命を司る聖なる振り子よ、新たな運命の変異を促したまえ、そして行くべき道を示したまえ。この魔族は。兄様の仇。場所はソーラリア峡谷か。例の仮面の男も一緒のようだ。どうやら峡谷の奥地にある古き神の遺跡に向かっているようだな。奴らの目的は一体。いや、それよりも魔元帥ゼルドラドが動き出したということは、大魔王が本格的な侵攻を始めたということか。
のんびりと構えている時間はないな。何か対策を講じねば。魔元帥ゼルドラド、絶対に絶対に許さない。ルシェンダ様、私はこれから勇者として悪しき魔族どもを討伐してまいります。待て、早まるな、アンロシア。まったく軽率な行動を取りおって。いかに覚醒した勇者でも魔元帥ゼルドラドに一人で挑むのはあまりに危険すぎる。アンルシアは逆上してトーマの仇を取ることしか考えていない。あそこまで冷静さを欠くとは計算外だった。ソーラリア峡谷にある古き神の遺跡に向かった彼女を追って、どうか守ってやってくれないか。いい返事だ。そなたであれば安心して任せることができる。遺跡の中をくまなく探してでもアンルシアを見つけ出すのだ。私たちも準備をしてからそなたの後を追う。そうだ、運命の振り子はそなたに返しておこう。それではアンルシアの件、くれぐれもよろしく頼むぞ。